疲れさ。ディあの美しすぎるシャワーシーン、水攻めがすごかったなと、こちらですね、今映っておりますが、これはかなりの水の量なんですよ。実はもう見てるよりすごくて、すごい体幹使って耐えなきゃいけないぐらいの水の量で、ちょっと一瞬ドッキリじゃないよなとか、ちょっとよぎったぐらいの水攻撃を受けたぐらいな勢いでしたね。監督さんでどういう注文をされてるんですか、この水攻めに関しては。水攻めに関してはとにかくもっともっとみたいな、とにかく耐えてくださいよ、これに関しては。そんぐらいもう今回何トンっていう水を使ったらしいので、はい、ここは目をつぶってはいけないということだけすごい考えましたね。目にものすごい入ってきたんですよ。だけどあの得意の目力じゃないですけど、ここぞとばかりに使ってやりました。ちょっとここぞとばかりにどうやって見たわけですか。水にも負けないように、はい。これどうですか、 CM メンバーとかまだ見てないのかな。いや、あのこの CM が完成した時に、ちょうどあのみんなでメンバー、EXILE トライブメンバーの結構な人数で、あの焼き鳥屋で飲んでたんですよ。その時にヒロさんが小吉の新しい CM が完成したからって言って、みんなの前でこれをかけたんですよ。あ、そうなんですか。はい、そうなんですよ、かけていただいて、あのまあみんなかっこいいって言ってくださってたんですけど、ヒロさんはもうあまりにも自分がちょっとキメキメだったからヒロさん一人爆笑してました。でもまだ髪の毛危なくはない。爽快感が、そうですね、結構これ使うとなんかよくね、生えてくるから、はい、ね、ちょっと抜けなくなるとか、はい、そうですね、まだ全然大丈夫ですね。僕はそうですね、これ地毛ですよね。全然地毛でした。全然地毛です。一応まだそうですね、29なんで、はい、ヒロさんあたりやばいかな。で、まだ大丈夫です。まだ大丈夫です。もちろん大丈夫、もちろん大丈夫です。Yeah, baby, my, my, my.